さあ今回もスーパー戦隊コーナー見ていきたいと思います。今ねちょっと100円コーナーから移動してきてます。ここですね、スーパー戦隊コーナー。前回見てないロボットたちどこだろうな。あ、これ地味に持ってるんだよね。あの安いな、やっぱこの最終ロボ系は安いんですよね。あのでかいから多分邪魔なんだろうな。うわすげえ、竜帝王セットだって。サイズがやばい。わあ、ハイパーレスタ帝王やばいな。これを持ち帰るの大変だよね。あ、さっきの竜帝王のやばいか。これは夢があるな。あ、この辺ゴーバスターズかな。ゴーバスターズわかんないんですよ。多分戦隊で一番わかんないかもしれない、最近の中では。この辺ゴーバスターズ、これもゴーバスターズですね。そうね、この辺は恐竜ザーかな。よいしょ。うん、恐竜ザー系と、あ、五星座もあるな。五星座もそろそろね買っておかないと。もう古い戦隊になってきますからね、この辺とか。欠品ありだけど980円。欠品があるんか。マジレジェンド欲しいな。ブレックスロボとか、ほら、ハリケンジャーのロボ、最終ロボの、まあ、ミニプラ、ミニプラデラ？確かプラデラだよね。で、これ辺が激レンジャーとか、ありますね。あ、激シャーク。強化パーツ安、部品 OK。 そしてこれは暴れキラーのやつか。これ単体でもかっこいいよね、ロボにならなくても。でブルー系とか色ごとに分かれてるから探しやすいとは思いますよ。キラメーザー、あー、激エレファント懐かしいな。トイプラネット来始めた頃にね買いましたよ。で下の方イエロー系とかブラック系とかがあって、これね、竜のやつで、こっちが戦隊武器ですね。そう、ゴーンジャーも今こんな感じで580円とか安いじゃん。このブラックとブルーの、あ、グリーンの武器もう今のうちですからね、買った方がいいと思います。ほら値上がってきてるもん。満タンガン、満タンガンっつってね。そしてあ、恐竜じゃね、恐竜じゃも良かったよな。そしてあ、豪快じゃいいよな。この武器かっこいいよね。この剣かっこいいんだよな。なんだっけ、なんて言うんだっけこれ、豪快なんだっけ。ピストルの方は確か豪快ガンだよね。剣の方なんて言うんだっけな。箱付きがあればわかるんだけど。箱がない。あ、これね。獣王者の最終武器。で、これいいよね。こういうセット系。1980円で買えるから、これプレゼントしたら最高じゃない。これはいいな。で、おっと危ない。え、あ、今危なかったの。後ろのこれにリュックが当たっちゃった。そう、こういうね、トミカのこういうシステム系もね、こういうところで買うとやっぱ安いんですよ。これもな、定価高かったもんな。トミカパーキング。そして、あ、キューレンジャーね。今はね、キューレンジャーは安いですね。キューレンジャー、獣王ジャー、特急ジャーとか。特にキューレンジャーとか獣王ジャーはまだ弾数も多いのに、安いっていう。まあルパパドもそうかな。あ、リュウソウルもついてますね。そしてキラメーザーのキラメーソードで、あ、ゴーアローね。いや、めっちゃチェンジャーある。あ、
箱入りだとでも結構高いんだな。ほら。でもまあ箱入りって大事だから、あ、キラメグリーンだ。かわいいよね。うん、セナお嬢様だっけ。キラメージャーもう一回見たいな。普通に DVD 欲しいんだけど、キラメージャー。ルパパドもちゃんと見れてないんだよね。飛び飛びで見てるから。まあある程度見たんだけど、テレビの再放送で飛び飛びで見た。ニンニンジャーはがっつり見たな。あ、がっつりじゃなかったっけな。どうだっけな。最後までは見た。最終回見たもん。これ安くね？やっぱ。なんだっけ、名前忘れちゃったけど、あの、いざよい救援門の小槌。そうだ。戦隊コーナーはまあ、大体見たかな。あ、これは安い180円。あの、なんだっけ、ご星座が最後に歌うマイクね。あ、豪快チェンジャー。1980円。安い。今となっては安いと思うよ。そして、あ、この辺ゴーバスターズ系ね。これなんかいいおもちゃらしいんだけど、結構売れ残ったみたいね。これもめっちゃいいおもちゃだよね。合体できたりするじゃん。ただパーツが余るんだよな、確か。ちょっと、トミカコーナー行ってみるか。ちょっと待ってね。トミカコーナーがありますね。このトミカコーナーで、こっち来るとフィギュアコーナーですね。このショーケース。あ、タイガーマスクね。やっぱ今、あれは多いな。鬼滅が多い。すげえかっこいい。あ、これね。太陽の塔のロボット。あれが欲しいんだよな、あの、ヒロアカ系のフィギュア。ヒロアカ。これが今安いっすね、呪術廻戦は。これなんだろう、これモンストか。ヒロアカもうないかな。あ、待って、こっちかな。あ、これあれじゃん。B ファイターとか。これトランスフォーマーだし。これ謎なんだよね。なんかレトロっぽい。トランスフォーマーじゃないよね。あ、これ B ファイターのね、ロボット。これ B ファイターの基地なんですよ。前に来た時もあったんだけど、シールがないんだけど、安いから、まあ色塗ればいけるかな、みたいな。なんだろう、かっこいい。敵のロボっぽい。このショーケース。こっちの方があんだけどね。で、あ、いますね、シャーマンキング。僕が一番口で爆死したシャーマンキングだ。スパイダーマンとか、そう、ロード・オブ・ザ・リング。スポーモンね。あ、580円まで下がってるね。やっぱ急ポスでも。あれ？ヒロアカがないな。ヒロアカ系がないっすね。ヒロアカがない。あったあったあった。まあこれぐらいするよね。あの、なんだっけ、塔形ミリオク先輩で轟翔太くん、この2個だけか。ヒロアカはなに。これ変幻。よし、そしたら100円コーナー行ってみますか。いや、特化コーナーか。本当はこっちにもフィギュアコーナーあるんですよ。でも、ここはね、また逃がすとね、永遠に時間かかっちゃうから。あ、ターブレンジャーいるじゃん。ターブレンジャーのブルージャン。280円ってやばいな。ここら辺もやばいんだけど、ちょっ
じゃあ100円コーナー見ていきますか。100円というか値下げコーナー、特価コーナー、あ、ぬいぐるみもあるんだけど、で絵本とかあって、ここっすね。そう、これが例えばジオチェンジャーとか100円で売ってたりとか、テンソーダーも100円で売ってたりとか、ルパパトのやつも100円で売ってるし、でこれだよね、最近はジオザライト100円なんですよ。安いっすよね。とかこういうのも100円なんだね。これは、あー、これいくらになってんだろう。100円だってツイステじゃん。とかこういうバッグケースね、恐竜とか、よし、こんなもんかな。はい、ご視聴ありがとうございました。 Please subscribe チャンネル登録お願いします。